全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは最内ガーネットプラリス。まずは先行争い、外から押して17番ヒーユグレール、14番ファイブボールの譲りません、9番アルコイリス好位につけています。続きまして11番スタシェリ、各馬1コーナーを目指します。1番人気3番インパストミュー、この位置、これを見るように外側7番トモハーモニー、少し差が開いて10番風のアルファ、少し差が開いて15番ナナチャンネス、4番レーモンセレクト真ん中あたりにつけています。少し差が開いて1番ダーネットクラリス、これから向こう上面に入ります。3馬身相手12番フォレストタイタン、8番ユリージョーカー、外から18番トリノファルコン、内側13番パラムーチオ。 1000m の通過タイムは1分0秒7、外を抑えて16番マリリンガーデン、内を抑えて2番ダクチンダリア、続きまして5番ディーゼルサンデー、6番ハムマリア、やや離れて最後方、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はアルコイリス、後ろに14番ファイブゴールド、17番ヒーユグレーム好位をキープ。1番人気3番インパストミュー、この位置、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。外から11番スタシェリタ、7番トモハーモニー、内から差を詰める、少し差が開いて10番風のアルタ、4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭アルコイリス、400を切って先頭アルコイリス、そしてヒーユグレーム、ここで先頭が変わった。ヒーユグレーム3番手から先頭を狙う、 200m を通過した。依然として先頭はインパストミュー、インパストミューさらに差を広げにかかる、インパストミュー先頭、インパストミュー押し切ってゴール。勝ったのはインパストミュー、鞍上は横山武騎手。インパストミューブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着スタシェリ、3着アルコイリス、